トベアーティストの生配信ロゴに再びパクリ疑惑、開き直りかセンス疑惑か。トベアーティストの生配信が注目を浴びつつも、ロゴに再び疑惑の影11月25日、トベ所属のアーティストたちが集結する YouTube 生配信番組、DUBIN が公式 X での発表を経て、ファンの期待を一心に受けて19時から行われることが明らかになりました。 一方で、番組ロゴに関する疑惑が SNS 上で再び浮上し、ファンたちの間で賛否両論が渦巻いています。トベが以前にもロゴの問題で話題になったことを考えると、今回の疑惑は一体どのような結末を迎えるのでしょうか。トベアーティストたちの生配信に期待高まる一方で、ロゴに再び疑惑の目、トゥービーンの生配信には、三宅健さん、 北山博光さん、ナンバー・アイ、イムップなど戸部所属のアーティストが出演する予定であり、特にナンバー・アの楽曲初披露が期待されています。しかし、一方で公式 X で発表された番組ロゴに対しては、以前の騒動を彷彿とさせるパクリ疑惑が再び立ち上がっています。前歴を考慮したトベのロゴ問題以前、 ナンバーアイが人気バンドザ・ボナズへのロゴと告示しているとして、話し合いの末に現行ロゴを変更せずに使用することが発表されたことがありました。この出来事があったばかりであり、今回のロゴ疑惑はますます注目を集めています。トベが再び同様の問題に見舞われたことで、ファンたちの中で賛否が分かれているようです。 ファンの反応、開き直りとセンス疑惑が入り混じる SNS 上では、ファンたちの反応が様々です。一部のファンは、アンチがうるさいから逆に取ってきたのかもしれない。やっぱりタッキーは天才だな、と開き直り、説を唱える一方で、番組終わっているから使っちゃえ。マージセンス疑うし、全部パクリとかあり得る。などと、センスに疑念を抱く声も目立ちます。 トベはこれまでの経緯から考えると、開き直りとセンスの両面からの評価が交錯しているようです。中井正宏の影響、歌番のパロディーか匂わせか疑惑の下中にある、10ンのロゴは TBSK でかつて放送されていた人気番組、歌番に酷似していると指摘されています。 ファンたちは中井正宏さんがマックを務めていた歌版の影響を受けている可能性を指摘し、中井さんが当日出演するのではないかと期待する声も上がっています。もし中井さんの出演が匂わせであれば、トゲノイト的なパロディーとみなすことができるでしょう。しかし、真相は当日の生配信で判明することとなりそうです。 トベの注目度が高まる一方で、ロゴ問題が波紋を広げるトベ所属のアーティストたちが集結する生配信番組、ドゥービーンがファンの期待を一身に受けて行われる一方で、番組ロゴに関する再びの疑惑がファンたちの間で騒動を巻き起こしています。トベは以前にもロゴの問題で話題になり、その前歴から来る注目が一層高まっているようです。 開き直りなのか、センスの疑惑なのか、さらには中井正宏の影響を考慮すると、今回の騒動の結末は注目されています。当日の生配信で真相が明らかになることでしょう。